皆さんこんにちは。今回も安価で面白いゲームを紹介していきます。このチャンネルでは個人的に今まで遊んだおすすめなゲームを簡単に紹介するチャンネルとなっています。今後も様々なゲームを紹介していきますのでぜひチャンネル登録よろしくお願いします。今回紹介したいゲームはブリゲイダーです。見下ろした視点でのシューティングゲーム。以前紹介したシンセティクと同じような操作性です。余談ですが、シンセティクの続編が発表されましたね。今年中に発売されるそうですね。楽しみです。この作品は、メカに乗ってとにかく破壊する。すべてをぶっ壊す。そんなゲームです。難易度はそこそこ、リプレイ性もそこそこ、メインゲームの休憩がてらにすべてをぶっ壊してストレス解消。開発元は、ステラジョッキー。ブリゲイダー以外のゲームは探してみたんですが発見できませんでした。では気になるお値段ですが1980円となっております。DLC もありますが、サウンドトラック他なのでゲームの内容には関係ありませんので本編だけでいいと思います。それではこのゲームを簡単に紹介していきたいと思います。まずはキャンペーンモード。決められたマップに決められたユニットから選んで攻略していきます。ストーリー的な要素で、破壊目的が何なのか相手は誰なのか説明があります。操作するキャラたちは傭兵、相手は国というか星全体。破壊しながら金を得つつ星からの脱出を目的としています。とにかくぶっ壊せば OK です。このマップの目標は右上に薄く書かれています。動画では見にくいですが、目標の建物を壊せという目標。赤文字で金額が出てきますが、破壊すれば破壊するほど金額がアップしていきます。最終的にこの金額がもらえます。左上に弾薬数、HP、アーマーメーター、ブーストメーター、タクティカルスキルの表示があります。このゲームの特徴、おすすめポイントとしてユニットの数が多くそれぞれ使い勝手が違く面白い。そして武器の数も豊富。武器はプライマリ、セカンダリと3つ持てます。4つのタイプの武器があり、紫色の弾薬はランチャーや爆発系。緑はマシンガン系。赤色はビーム系。青が砲弾系になっています。武器は途中で変えることはできません。弾薬は敵を倒したり弾薬等から補給します。緑色のゲージは HP。青色ゲージはアーマー値。アーマーは敵を倒したりするとアーマーポイントがもらえ回復できますが、HP 基本回復しません。なのでアーマー値が削られたら気をつけて戦うようにしましょう。私はキャンペーンすべてクリアしましたが、やられたのは2回ぐらい。なのでそこまで難しくありません。とにかく脳死でぶっ壊してガハハできるゲームです。おすすめです。画面端に小さく赤い点が見えるでしょうか。マップというものがなく、目標や弾薬補給等はこのように方向だけ印で教えてくれます。これを頼りに進めていくんですが、なーに大丈夫、すべてぶっ壊せばミッション完了だよ。弾薬補給は対応した弾薬のマークでしか補給されませんのでお気をつけください。左上を見てみると、同じマークの弾薬等が目の前にありますので近づいてから R をしましょう。そうすると弾薬が補給されます。無限に補給されるわけではなく、ある程度補給されるとなくなってしまうのでお気をつけください。目のマークをつけた敵がいます。スポッターといいこの敵に見つかると、相手にこちらの位置がバレるそうで敵がわんさか集まってきます。見つかったまま放置すると警報が鳴らされてしまい、良くないことが起こりますので優先的に倒すといいでしょう。こうやって破壊し続けるわけなんですが、もちろん市民というか、非戦闘員の方も多くいらっしゃいます。ただ実績で非戦闘員1000人倒せの実績があるのでバンバン殺していきましょう。ちっちゃく逃げ惑う人間がおりますので引いて倒すか、ぶっ破して倒すかは自由です。気分はゴジラのような特撮に出てくる怪獣側。ヒーローが出てこない一方的に破壊だけをする怪獣。破壊の限りを尽くした後は脱出しておしまい。もう向かってくる敵もおらんし誰もおらんくなりました。そんなのつまんないよな。主目的を完了したらいつでも脱出できます。サブ目的を完了したらその分報酬が上がります。破壊すれば破壊するほどもらえる金額が上がるのである程度ぶっ壊しましょうね。今回合計で255万615ドルゲッチュです。ほんでこの金で何をするかというと、武器やユニットを開示流にカスタマイズしてさらなる破壊マシンを作ることです。フリーランスでパイロット、ユニット、プライマリ、セカンダリ、アビリティ、オペレーションを稼いだ金でアンロックし、自由にカスタマイズしたマシンで遊ぶことができます。ユニット数は50以上あり、二足歩行マシン、ホバー移動できるマシン、移動力が高いマシン、いろいろあります。マシンの大きさによって付けられる武器も変わります。とりあえずこれらを組み合わせて破壊していくのが楽しすぎる。この武器はこれとこれ合わせたら強くね、って言ったらそんなに強くなかったりして。試行錯誤して自分の最強マシンを作っていくわけです。
試行錯誤してできた最強マシンがこの2ストロークエンジン搭載のタクシーを改良した偵察車両。タイのタクシー車両プクプクのようなユニットです。これにマシンガン系の武器と砲弾系武器を乗せて出来上がりだ。さあ出動するぞ。左上のゲージをご覧ください。HP とアーマーの低さよ。2発ぐらい同時に食らうと打撲します。当たらなければどうということはない。この車両とにかく速い。HP ゲージの下のブーストゲージが長く、なくなったら瞬時に回復するという性能。車両によりこのブースト性能に違いがあって、二足歩行ユニットでは足で踏むという機能になり、ホバーユニットだとユニットで叩きつける機能に変わります。この新プクプクはスピードアップに特化したマシン。さすがは偵察機。戦い方は相手を中心に回りながら撃つ戦法が強い。しかし、障害物があると引っかかってしまってせっかくの機動力が台無しになってしまうので障害物はある程度破壊しておきましょう。アビリティで障害物を広い範囲で破壊してくれるものを装備しておくと良いでしょう。とにかくこの構成は敵を翻弄しながら吸って誘って引いて回りながら倒す。とても楽しいです。おすすめなユニットなのでぜひやってみてくださいね。フリーランスでもお金を得られますのでじゃんじゃん破壊してお金を稼ぎましょう。メインのゲーム例えば FPS や RPG をやっていて気分直しにやると爽快でいいですよ。ぜひ気になった方は遊んでみてくださいね。では新プクプクの性能を見ながら今回は終わりにしたいと思います。それでは次の動画でまたお会いしましょう。さようなら。